皆様どうもこんばんは。Welcome to my game channel is Cobra がフォールアウト76解説動画、宝の地図森林地域2に関してのロケーションが非常に分かりづらかったので、こちらで分かりやすくロケーションを紹介していきたいと思います。キャンプアダムスはスカウトライフという雑誌の確定リスポーンとなります。こちらから近い距離から宝の地図のポイントに行くことができます。こちらのスカウトライフは2箇所確定リスポーンがございます。その2箇所はベンチとシャワールームとなっております。こちらの効果を説明すると、アイテム劣化スピードが 30% 減少するっていうふうに書いてあるので、腐りにくくなるということです。キャンプアダムスからまっすぐ行って、で崖の下に降りていきます。そうするとテントとクラフティングステーションが近くにありますので、そちらが今回紹介する宝の地図のロケーションとなります。宝の地図を消費した時に入手できるものは設計図が確定、そしてその中身はランダムとなります。皆様お疲れ様でした。